まあ、NPC を観察しようっていうのをネタ切れなんでやってるんですけど、アウトラスト2って結構ね、エリアエリアを自由に行き来できないようにストッパーみたいな敵が配置されるんですよ。これだとこれですね、彼が一撃必殺の持ち主になって向こう側に行こうとすると絶対に殺されしに来るみたいなやつになるんですけど、まあここら辺の敵は普通に一撃必殺じゃないんですけど、こいつはストッパーです。どれだけうまくすり抜けようとしてもこうなんだキュッキュッキュッっていう吸い付くような感じで通せんぼされちゃうんですね。でこっちの穴に入るとこの穴出入りできないようにするばかりが出るんですよ。あ、出た、ストッパーになりましたね。彼はストッパーになってしまったので、さっきの穴をストッパーするんですよ彼。いや、まあストッパーマンになったから見つかっても追ってこないっていう風になるんだな。この角度みたいになりますね。ちょっとかわいそうなやつにはなるな。誰も助けに来てくんないのかいみたいな。乳首綺麗なんですよこの人。あ、この時は見えてないのかな。この時、あ、この時は、あ、これですね。これが攻撃してくるときめちゃくちゃ綺麗に映ります。お前誰も助けに来ねえじゃねえかおい。ただストッパーマンなので抜けられないんですよ。役割を果たしますちゃんと。ほら、もう一定ラインから行こうとするともう人が変わったようにね。迅速の攻撃を加えてくる。でストッパーマンになるきっかけがここに入って、こうなんだこう放送が流れた時なんだよね。よいしょ。でやつが来る前にこう抜け出したわけですね今。やべ、ダメかも。ストッパーマン、ストッパーマン。どっちのストッパーマンにやられるかみたいな話になりますねここまで。クソ、誰が。やべ、見つかるな。よし、なんとかなった。帰れ。これでまあ実質罪ですねこれ。ストッパーマンでこの先行けないし、こっちも行こうとするとストッパーマンにおきって出てくるし、アウトラスト2にはねだからストッパーマンがいるんですよね。左右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 
何上、何ガン飛ばしてんだよ。俺はここで。かわいいな、NPC は。The chapel. Somebody there will know where they've taken Lin. 動画でも見るか。ちなみにね、あのストッパーマンは金網越しにね攻撃してきますので。あ、見つかった。普通にこの人はね、こういう感じで金網を無視していきます、ね。そして美しいものが映るっていうコンボなんですけど。お前ら仲良しだな。カウトラストは暗いですからね、じっくり見るって機会なかなかないと思うんですけど、こうじっくり見るとやっぱ安全地帯ありますね。ここね、ここからポーンって飛び移ったんですけど、よし、いた。そこまで難しくはないですね。おい、お前、呼べ、仲間を。みんな集合、足場になれ。足場3号、足場4号はまだか。まあ、3人でやるか、別に。行きます、乗ってみます。乗れ。お、あ、意外と乗れる。でも意外と乗れた。これ伏せて伏せて伏せて中心に込みになる。大丈夫？大丈夫？口、口ちょっとね、よく見るとあれですね、ちょっと痛々しい。だから帽子かぶってんのかな。ほら、お前たち、さあ、さあ、さあ、お前たちには、即死なんですけど。よし、ほっ。なんか他に面白いとこあるかな。